トルドイアは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体で、コマルカデオルデスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は4168人で、ある。カスティーリア語による表記はトードイア。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.24%。トルドイアは、アコルーニャ県の中央部に位置し、コマルカデオルデスに属している。 北は、カルバージョとセルセーダ。東は、オルデスとローソ。南は、トラソとバルドドブラと、西はサンタコンバとコリスタンコの、各自治体と隣接。自治体の中心地区は、カバレーロス教区のポンテペドラ。トルドイアは、オルデス司法管轄区に属す。住民は10の教区の64の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のアントーニオ・ペレーロリニアーレス。 自治体表議員はガリシア国民党8、ガリシア社会党3となっている。トルドイアは10の教区に分けられている。太字は自治体の中心のある教区。ありがとうございます。